クロックハウス、ウリッジ交渉の敷地にあった建物の中で現存する最古の建造物。ウリッジ交渉はテムズ川沿いのウリッジにあったイギリスの海軍交渉。16世紀初頭から19世紀末にかけて、ここで数多くの船が建造された。56エーカーもの広大な敷地は、ウリッジ・チャーチ・ストリートの北、ウォースパイト・ロードとニュー・フェリー・アプローチの間に広がっていた。 現在は一部が住居地区、一部が工業地区になっているが、戸籍のいくつかは修復され残っている。ウリッジ交渉、現存するクロックハウスが中央右手に見られる。また、左手遠くには教区教会がある。貸しに沿って左から右に三つの造船課題、二つの監督といくつかの造船課題。この絵には当時計画中だった建物も描かれており、 長いロープハウスは実際には建築されなかった。ウリッチ交渉は1512年にイングランド王ヘンリーパッセイによって彼の機関であり、当時最大の軍艦だったアンリ・グラサデューを建造するために設立された。この軍艦はオールドーリッジの大砲岸壁で建造され、この地区の西側は後にウリッチ交渉もしくはウリッチの王の交渉として知られる。 よく似たデッドフォード交渉と同じように、ウリッチ交渉も、クリニッジの王宮に近く、都合の良いテムズ川南岸を選んで設立されたと推測されている。交渉は1540年により東の現在の位置に移動され、二つのカンドックが創業の中心となった。ウリッチの地図、王の交渉、オールドウリッチそして、ロープ加工所と放牧場が東に描かれている。 小舟時代になると交渉は、建造用の屋根付き仙台、デリック、製材所、原図場、多数の倉庫といった施設を備え、後年には、イカリア鉄製部品を作成する金属加工工場も建てられた。二つの缶ドックは何度か建て直されたが、最初に建て直しが行われたのは17世紀初頭だった。その際西側のドックは拡張され、二隻の船を、端から、 橋まで収容できた。大砲不当他の王立交渉と同様に、ウリッチ交渉には、大砲の保管や準備を行ったり、船に弾薬を補給するための大砲不当があり、兵器省が管理を行っていた。この不当は、ベルウォーターゲートの東、現在のウォーターフロントレジャーセンターに隣接する駐車場となっている地点にあった。ここはまさに1512年に初めてウリッチ交渉が、 設立され、1515 15年に大型キャラック船、アンリグ・ラサデューが建造された場所である。1540年代に、交渉の施設はより西寄りに移された。一方、大砲埠頭は補給物資の貯蔵に用いられた。後年になると、陸地部分はロープ加工所と共用となり、麻やその他原料を保管する倉庫が建てられた。 兵器省は1650年代から大砲不倒のさらに東の開けた土地に大砲や大型の重機の試験場を設立した。これは後のウリッジ王立兵器庫の端緒となった。ロープ加工所1570年代に当時最大級となる王立ロープ加工所がウリッジに設置された。この作業所は交渉の敷地範囲に収めるにはあまりに長すぎたのでロープ置き場は かつてのベレスフォードストリートに沿ってずっと伸びていた。他の王立交渉にも同様の作業所が設置され、そちらが優先されるようになった1750年まで、ウリッチのロープ加工所は創業を続けた。その後しばらくして、ロープ加工所は火災によって重大な損傷を受け、建物は1835年に取り壊された。放題。 1847年に交渉を防衛するために建造され、1976年に再建された。この交渉の繁栄は17世紀末に向けて衰退していった。例えば、1668年のウリッチ交渉の仕事は9669ポンドの価値があったが、近隣のデッドフォード交渉は15760ポンドであり、 より巨大なポーツマス交渉やチャタム交渉とは比べるべくもなかった。しかしながら18世紀の最初の前半でウリッチ交渉は勢いを取り戻した。敷地は2倍となり同様に労働者も倍増した。そして1700年代の最初の10年にウリッチ交渉から浸水した船は他のイギリスのどの交渉よりも多かった。1780年代には西に向けて交渉が。 再び拡大され、敷地はさらに倍化した。拡大された工場敷地の大部分は、主に空き地と木材乾燥小屋となっており、艦船の建造に必要な大量の木材を置いておくために用いられていた。これは、海軍の船がその数と船体規模を拡大していったため、より多くの材料が必要とされたことが理由だった。 1720年から使われている敷地の東の端にあったマストポンドはこの当時すでに小さすぎるとみなされており新たに2つのマストポンドが新設された新しい池とマスト加工所では120フィートまでのマストを収容することができたナポレオン戦争期まで盛んに艦船建造は行われたしかし艦船がさらに巨大となってゆく一方でテムズ川は 泥が堆積し、次第に浅くなっていった。そこで、1802年に、蒸気駆動春節戦が、ウリッジに配備された。しかし依然として、堆積は続き、窮屈となってしまった。ウリッジや、デッドフォードなどの川沿いの交渉は、絶え間なく、拡大を続ける、ポーツマス交渉や、デボンポート交渉の後陣を排することとなった。ウリッジ交渉の地図蒸気交渉の設備は、 デムズ川流域の南側に広がっていた。砲台は遊歩道の北にあった。しかし、1831年にウリッジ交渉は、海軍の蒸気工学の専門交渉としての役割が与えられ、延命されることとなった。敷地には蒸気による製造とメンテナンスのために、新たな建物が建てられた。その中には、ボイラーを製造するためのボイラー製造所、新中や、銅や、 鉄の鋳造所、蒸気機関の組み立て所などが含まれていた。1843年までに、これらのすべての施設は一つの工業団地として統合された。そして、様々な火事場や路は地下の沿道によって一本の巨大な煙突につなげられていた。1840年代を通して、ウリッチ交渉は海軍の蒸気交渉として卓越した地位を保持していた。しかし、 スポーツマス交渉やデボンポート交渉にも大規模な蒸気造船所が建設され、とりわけウリッジ交渉のドックの大きさがもはや建造される船のサイズに不十分となるにつれて、その重要性はまたも低下することとなった。依然として修理やメンテナンスのために比較的旧式の艦がウリッジ交渉を訪れたが、クリミア戦争の終結とともに蒸気交渉としての寿命は もう育泊くくもなくなった。しかしながら、交渉の造船機能は1850年代から1860年代の初頭にかけても稼働状態に置かれ、その設備も継続的に更新と拡張がなされていた。それでも新たな走行艦が登場するとともに、交渉としての必要要件を満たしていくことができなくなり、1865年までには、 ウリッジとデッドフォートの両交渉が閉鎖となる運命に、あることは、明白となっていた。ウリッジ交渉は、最終的に1869年に閉鎖となった。交渉閉鎖の後敷地の大部分は戦争省によって、近隣の王立兵器庫に駐屯する、海軍兵站部門の倉庫スペースとして用いられた。アンディ・グラサデュー・ロイヤル・ジョージ・ビーグル。ありがとうございます。